はい、どうもこんにちは、ヒカルです。妖怪地図新内、攻略実況動画撮っていきたいと思います。今回なんですが、ちょっと土の子里見発見伝で土の子探してて、体育館とか探したらなんかね、変なやついてね、ちょっとそれ発見したんで見てみようかなっていう感じですね。この上、体育館の上ですね。なんか変なやついたんですよね。宇宙人みたいなやつ。何しようやろ、こいつ。え？鼻保人？やば、こいつ。両手で鼻くそほじってんやけど。こんなほじ方ある？なんか忍法みたいな感じでほじってんやけど。鼻ほじー！うわ、何この妖怪。鼻ほじー！え？それだけ？これ喋れへんパターン？なんかうんちくま臭がするな、こいつからは。バスターズで強いとかいうパターンか、これもしかして。これ捕まれるような。お、ミスった。パーティーが。スナック。待って、死んだ。早っ。スナックあげるまで死んだ。弱っ、こいつ。何これ。ビックルズが弱いんやけど。あ、喋れるんか。君強いね。取ってきた宝物あげるよ。花ほじー。む、花ほじって言いますね。取れた。シンプルバージョン手に入れた。いや、鼻からシンプルバージョン出たってやばいやろ。うわぁ！んげぇ、鼻くそみたいにアイテム投げないでください。鼻はじー。なんだったんだろう、今の。これ捕まるやろ、絶対。ちょっと、リセマラしてみようと思います。ちょっと、お菓子あげるの忘れてたんで。まあ、パーティーこのままでお菓子あげ続けて、ちょ、一回捕まえてみようと思います。はい、というわけで、とりあえず、一旦カットしまーす。はい、ゲットしましたー。結構簡単にこれをゲットできましたね。4回目ぐらいですね。鼻保人。これはね、ゴージャ鼻保じってるんですけどね。結構、強兵とかが気に入りそうな感じのキャラではあるけど。コミケン。え？どう思う、こいつ。お、めっちゃええやん、これ。これ新キャラやん。これでも愛嬌あるな。かわいいな。鼻保人、これ新キャラ。おう。これ、欲しい？これ使う？いや、マジで。ちょ、クリアやったらちょ、使わせてくれ。ちょ、俺のパーティー入れるわ。これ多分レベル低いっぽいから、めっちゃ簡単しながら。そうなん。わからんけど。何なのこれ、ランク。花保人止まって、なろう、人。ランクですね、多分これ。バリ花保人だけど、ランクも俺わからんねん、こいつ。うん。お、レア、お、レアよかよ。お前。花保人。レアな、以上。一応レアで、しかも不思議やから、犬神と持っとる。おうおう、コンビ決めるで。月とすっぽんぐらいの差あるやろ、ほんま。名前にしようかな。名前、星ちゃんでしょ、おう、オッケー。星ちゃん。ほら、パーティー入れるわ。これ、最後まで入れると絶対抜かんとじゃな。ということで、ちょっと宣伝です。強兵のパーティーにこいつはね、最後まで。こいつの行く末見といてほしいな。どうな、星ちゃんがどうなるのか、化けるのか。最後まで皆さん。レベルなんぼなの、星ちゃん。パーティー入るんで、よろしくお願いします。これレベルなんぼなのな。まあ、高くても多分30ぐらい重いけどな。君強いね。とっておきの宝物をあげるよ。花ほじ。取れた。結構声もいかつかったで、こいつ。ちょっと見てみようか。ランク D、レベル 50! 弱っ弱え、ランク50、レベル50で弱っ。え、こいつ。え、レベル50のやつと比べてみよう。弱っ。え、取り付くは必ず成功する。おお、結構、まあ、取り付きとしてはめっちゃいいけど。こいつやば、何これ。急所好き。急所好き。急所好きです、もっとやん。取り付く、鼻をほじらせる。取り付かれたよか、鼻をほじることに集中し、行動できなくなる。膝立た、ほじほじ、ほじほじ。うわー、こいつはやばい。よく見てやばい。あ、こいつやばい。あ、これめっちゃええやん。レベル50やのに、レベル1と大差ないぐらいの強さや。マジで？ヘラシ。めっちゃくちゃ弱い。俺初めて見たこの弱いレベル50。見てこのレベル、見て。うまい。ほら。弱っ！だいたいみんな80とかなんだよな。だってほとんどレベル15とかと変わらへんもんな。まぁ、HP めっちゃ高いけど、鼻保持にちょっとこれ、使ってほしいな。オッケー。
今日は面倒見ます。おう、ちょ面倒見たってこいつ。バックに置いとったって、一応。じゃあバックつけとこう。一応何かあった時に、一応レベル50あるから、HP200 あるから、何かあった時にこいつ、いつか来たら作るかもしれないから。必殺技ちょっと、うん。受ける。受ける。盾役として置いとったってこいつ。めっちゃおもろいやん、その方人。完全ネタやろ、こいつ。ネタ妖怪やろ。花保人一匹で全クリとかおもろそうやな。花保人一匹だけ使ってる、全クリ。花保人が花をほじるのに理由はいらない。鼻に二つの穴がある。そこに何があろうと、ほじくりたい。それだけだ。花保人。めっちゃやろ、音。こいつええな。最後召喚しよう、花保人。これおもろいな。おっと、召喚の構え。てんてんてん。不思議召喚であります。ハジホジホジホジ。こいつめっちゃええな。こいつめっちゃええやん。これええな。ぜひちょっとこれ座ってほしいわ。使ってほしいわ。はい。というわけで、とりあえず今回は花保人をゲットしました。場所はこの、桜台小学校体育館でゲットしました。まあ、多分ここにいるのがよくわかんないですけど、とりあえずゲットしたんで、動画撮ってみました。この花保人の行方ですけど、次回から強兵のところの、初見実況プレイのところに出てくるはずなので、気になる方はぜひ見てみてください。では終わります。ありがとうございました。